ガーデンズ・バイ・ザ・ベイトは、シンガポール中央の埋め立て地に作られた101ヘクタールほどの広さの国立公園である。この場所は、マリーナ・タメ池と隣接している。この公園は、ベイ・サウス・ガーデン、ベイ・イースト・ガーデンとベイ・センター・ガーデンの3つの水辺に、面した庭園から構成されている。この中で最大の庭園は、ベイ・サウス・ガーデンで、広さは54ヘクタールほどである。 ガーデンズ・バイ・ザ・ウェイは、シンガポールの政策である、ガーデンシティから、庭の中にある街を目指すプロジェクトの一端を、担っている。この声明は、緑化を推進することでコルの向上を狙っている。最初の宣言は2005年の国民集会で、リー・シェンロン首相が行い、ガーデンズ・バイ・ザ・ウェイは、シンガポール最大の都市の憩いの場、かつ、国家の象徴とするつもりであると述べている。 2006年にこの公園のデザインに関する国際コンペが行われ24カ国の170社から70を超えるエントリーがあった。コンペの結果、グラントアソシエーツとドミニック・ホワイトという2つのイギリスの会社がベイサウスガーデンとベイイーストガーデンのデザインの契約を与えられた。デザインのリードであるグラントアソシエーツと合同でベイサウスのデザインチームが結成された。 このチームには、ウィルキンソンエール、アトリエ10、アトリエ1が協力していた。これらの会社は、シンガポールの多数の企業を支援しており、その中の企業に、CPG コンサルタント、マインハートインフラストラクチャー、ランドンシア、PM リンクが含まれていた。2012年6月29日にオープン。この公演はとても人気があり、2014年には640万人が、 来場し、2015年11月には来場者数の合計が2000万人を超えた。2012年のガーデンズ・バイ・ザ・ベイ・ベイ・センター・ガーデンは、ベイ・サウスとベイ・イーストを接続する機能を取り持つ。ベイ・センター・ガーデンは15ヘクタールほどの敷地に、3キロメートルの海浜遊歩道を持ち、都心からシンガポールの東に向かう景色の良い風景が見られる。ベイ・センター・ガーデンの拡張が数年以内に、 予定されている。ガーデンズ・バイ・ザ・ウェイから見る夕焼けベイ・イースト・ガーデンは32ヘクタールほどの敷地にマリーナ・タメ池の縁に2キロメートルの海浜遊歩道を持つ。2010年にはシンガポールユースオリンピックのために一時的にベイ・イースト・ガーデン内に競技場が設営された。2011年の10月にベイ・イースト・ガーデンの第一段階が公開され、 マリーナバラージへこちらから行くことができるようになった。ベイイーストガーデンは大きな熱帯植物の葉が重なった形をもとにデザインされており、それぞれに固有のデザイン、特性、テーマがある。5つの位置直線に入り江が風の流れを遮り、海岸線を拡大されている一方、風と水がこの地を通り抜けることでこのエリア周辺を冷却している。ベイイーストガーデンは 都市の地平線の景観を損なわないように設計されている。またベイイーストガーデンは今後水をテーマにした開発が予定されている。都市再開発庁によるマリーナサウスの将来ズベイサウスガーデンは2012年の6月29日に公開された。ガーデンズバイザベイの3つのガーデンの中で最大の54ヘクタールの広さを持ち、 熱帯演芸と演芸,芸芸術の最良のショーケースとなることを目指している。ベイサウスガーデンの基本計画はシンガポールと熱帯の象徴であるランをもとに着想されている。なおバンダミス・ジョア・キムというランの品種はシンガポールの国家である。ランは水辺に根を張り、葉と目と二つ目の根は重要な交差点である花とともに統合された網を形成している。 MRT 南北線のマリーナベ駅が最寄りの駅である。ガーデンズ・バイ・ザ・ベ駅が現在建設されており、2021年に開業する予定である。またガーデンズ・バイ・ザ・ベには400番のバスが運行されている。ありがとうございます。